こんにちは、高カさんです。今回の動画はですね、児童相談所が虐待を捏造しているんじゃないかという点につきましてお話ししたいと思います。視聴者さんからいただいた写真、実際の写真をもとに解説していきたいと思いますので、皆様ご覧いただければと思います。もちろん、すべての児童相談所がこういったひどい 調査をしているわけではありませんけれども、あくまでもこういったことができる法令になっている。制度に欠陥がある。そしてそういった不利益を受けた子どもたちや親御さんたちの救済システムが十分ではないということをご理解いただければと思います。はい。では早速本題に入りましょう。一時保護する必要がなかった案件の 責任のがではないのかという児童相談所の虐待調査の事例についてお話ししたいと思います。はい。児童福祉法第33条のこの一時保護。とりあえず子供の身柄を確保してから調査するというそういった目的で一時保護をすることも法律上許されております。はい。児童相談所は子供の 虐待の被害を食い止めるため、緊急性がある、あるいは必要がある、児童相談所長が必要とあるという名目だけで子供を連れて行くことができます。ちょっとした些細なこと、ちょっとした学校の先生、お医者さん、保育園、そういったところの話をもとに、 簡単に連れて行ってしまう児童相談所があります。ね。そういったところは、とりあえず子供の身柄を確保してからという安易な保護をしていると言えると思います。そういったことが許されている法令自体がちょっと問題なんですけれども、保護は慎重に、本当に命の危険があるとか、そういったものは緊急性がありますけども、そうではない、緊急性が感じられないものまで身柄を確保してしまっているというような、 ケースを多数見てまいりました。どれだけこれで子供たちが苦しんでいるかという点につきましては他の動画を見ていただければと思います。そして、このとりあえず身柄を確保してしまうと子供を異常な閉鎖空間に長期間閉じ込めての尋問になります。これ、いつ出られるか子供たちも教えてもらえません。いつ、とお友達や先生、他の 外部の人たちに、親も、兄弟も、おじいちゃん、おばあちゃんとも、誰とも会えない、閉鎖的な空間に、長時間ではなく、長期間ですからね。入れられて、いつ出れるかわからない中での尋問。これ、まともな証言が出るはずがないんですよ。はい。親からの強制分離で、これ、パニック状態。精神的におかしくなっている状態での証言。あるいは、 この監禁状態から出たい一心で、もう、嘘、でたらめを証言している話が出てしまいます。そういった、でたらめな証言、嘘の証言、それを、児童相談所側は虐待の調査の結果の証拠の一つとします。そうなってくると、親を呼び出しての尋問。はい。 そういった、こう、嘘の子供の発言に対して、児童相談所の職員は、裏を取ろうとするんですね、ひたすら。はい。ところがです。こういった嘘で虐待がないのに、子供が嘘の状態、嘘の証言をしている状態で親、親に尋問をしてもですね、この二つの質問、答えないんですね、これ。虐待をしていないのになぜ連れて行ったのはい。 とりあえず、確保してるんですね。はい。自読指向第33条に基づいてとしか言えないんですね。で、さらに、この、子供の証言、嘘の証言が出てきて、それ、それが、虐待だという疑いがあるから、それを確認しなきゃいけない。こんなデタラメな証言をもとに、調査をしているということも言えないんですよね。デタラメばっかりなんですよね。で、さらに、学校や、習い事に、 いけないことへのこの保証、保証何かあるんですかとこれも児童相談所職員答えられないんですね。児童相談所による子供への不利益。それについて児童相談所職員答えられないんですね。子供に対して著しい不利益を与えているという親からの指摘に対して答えられないんですよね。それは親はどんどん不安になります。親の方もおかしくなります。こんなめちゃくちゃされてるわけですから。 大事な大事な子供に、児童相談所職員という単なる公務員に、こんなことをされているわけですから、だん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 不信感、どん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 おかしなことになっていきます。そして、しかもですね、こういった証言が出たからには、虐待があったことにしなければならない、というふうに職員は追い込まれていくわけですね。虐待があったことにしなければならない。そんなストーリーを作ろうとするわけですよね。だから、この、 今回出たような写真が出るんだと思います。まあ、よくある事例では、丸い傷跡。これ無理やりタバコ押し付けたんじゃないか。はい。そういった事例もあります。で、今回のこの視聴者さんからいただいた写真、これです。これ。はい。見てください。腕にあるのはもう完全に引っ掛け傷じゃないかというようなレベル。おでこにある傷もまぶつけたような 傷ですね。はい。軽くぶつけたような、切ったような感じですかね。高さんにもまあ、あるっちゃありますよ、こんなの。腕だってありますよ。ね。それを、児童相談所側は、たまたま、その、ね、仕事で使う軽トラの荷台に乗っていた、ハンマー3つ、これ、を、凶器だとして、 裁判所に出したそうです。この写真のこの、丸の部分が囲まれたこの傷、これが虐待痕だと言って、その狂気は、この、ハンマーですと。ハンマーで殴られた、とんでもない虐待ですと。裁判所に、児童相談所はそのように報告したそうです。さすがの裁判官も、これはないよねと。ありえないよねと。 自動相談所に言ってることおかしいよね、という話にはなったようですけれども、これ、問題は、こういった、証拠の捏造と言われるようなレベル、こういったことができてしまって、処罰されないことに問題があると思います。こういったありえない虐待の証拠を出した職員、処罰されません。ね。 ありえないのがあまりにも多いんです。千葉県の例でも、この児童相談職員が出す証拠、医師の診断みたいなことでいろいろ書いてあるんですけども、じゃあそれ、どこの、誰が、そういった診断をしたのかすら書いていません。下手をすると、本当に医師が診断したのかどうかすらわかりません。はい。一時保護のこの虐待の、 嘘の例として上がっているのが以前、えー、裁判で、えー、これ、明らかになった、100%虐待だと、内科医の、はい、そういった診断があったというケース、ね、100%虐待と言えるはずがない、この怪我なんですか。100%虐待と診断したという例がありました。裁判でも話題になりました。 こういったようにですね、児童相談所側は、虐待を無理やり作ろうとしている。はい。しかも、虐待とは言い切れないものを虐待だと言い張って、無理やり証拠だと言って出してくる。ね。こういった、親に対してのひどい仕打ち。子供に対してのひどい仕打ち。 こういったことをした職員に対する何らかの制裁が国民から必要なんじゃないかと思われますよね。これ、しっかりと法令を整備していただいて、子供を守る、こういった虐待をしていないのにもかかわらず、子供に対してひどいことをされた親に対しての救済措置、速やかな救済措置ができるような制度を作るべきだと思います。 こんなでたらめが許されているという日本です。はい。刑事事件でもない、単なるこういった軽い怪我の後に対して、児童相談所は虐待であると言い張ってですね、こうやって、無理な、無理な証拠を作ってでも、ストーリーを作ろうとします。虐待のストーリー。この、 証言などを元にして、全く信用のできない証言を元にして、ストーリーを作って、親を苦しめる、子供を苦しめる、そういったことをしております。まあ、全部の児童相談所は、ではありませんけれども、千葉県の児童相談所も、こういった証拠に対して、医師の診断書というような、まともなもの、どこの医師が、こういったという明確な証拠すら出さずに、証拠だと。 言い張ってきます。とても虐待と言い切れないようなものを無理やり虐待だと言ってくるようなケースが多いので、信憑性がないわけですよ。子供の証言といい。この児童相談所が出してくる証拠といい。にもかかわらず、裁判所的には、児童相談所のこの保護が違法だとは言えないんですよ。児童福祉法第33条のこの一条を 裁判所は違法だと言えないんですよ。この最初の。たとえ、とりあえず身柄を書くこというような保護をしても違法だとまでは言えないんですよ。大阪の判例である通り、こういったひどい虐待をでっち上げたかのような内容になっても、ずっと一時保護を継続していたということでなければ、違法とまでは言えないんです。 裁判所が違法とすら言えなければ、誰も児童相談所に介入できません。ね。だから、おかしいんです。一時保護のずっと継続し続けたことに対する違法。面会制限をし続けたことの違法。このぐらいしか裁判所は今違法と言えていません。こういった児童相談所の 虐待を無理やり作ったかに対しての、司法による介入が事実上しにくいような制度になっております。はい。何しろこれ、不利益処分なんですけれども、実質上の不利益処分です、これ。児童福祉法第33条の一時保護。教示文もあります。処分なんです。ところがです。不利益、通常の不利益処分のように、 聴聞ですとか、弁明の機会ですとか、そういった公正な手段は取られません。あくまでも児童相談所がこうやって勝手に閉鎖空間での子供の尋問や親を呼び出しての尋問、これで、児童相談所の裁量権で何もかも決めれてしまうというような状況になっています。もちろん、児童手法第33条のこの一条号教授文がついておりますので、行政不服審査請求は出せます。 出したところでですね、司法でも、児童不祉法第33条、とりあえず子供の身柄を確保するための保護、これは適法と、法律の条文上適法となっておりますので、行政不服審査請求に出しても、この点については、まず、棄却です。あるいは、却下です。なぜ却下になるか。はい。 あまりにも行政不服審査請求が長いので、その間に一時保護状態が終わっているから。却下。っていうケースがほとんどなんですよ。はい。もうすでに、利益がないと。原告的確がないような感じになるわけですね。はい。利益がないと。この行政相手のイチャモンというのはですね、 自身に利益がないと訴えられないというところになっております。ひどいでしょこの行政相手の法制度。ここに、この児童相談所の問題点が凝縮されていると思います。この現行法のこの行政に対する訴訟関連の法令。見ていただければめちゃくちゃだということがわかると思います。行政手続法におけるこの不利益処分。 の規定。そして、行政不服審査請求のこの申し立て。あるいは、行政事件訴訟法における裁判所への訴え。あるいは国家賠償法における裁判所への訴え。どれを見ても、こういった児童相談所が虐待を捏造したんじゃないかというケースに対して、速やかに迅速に解決できるようなシステムにはなっておりません。 ということは、やられ放題なんですよね、子供たちが。こんな、とりあえずで、長期間、閉鎖空間に監禁状態に置かれて、子供たちを救済する、速やかに救済する手段が必要なんですよ。だから、こう保護された子供たちに、第三者、児童相談所の移行関係ない第三者の弁護士が、子供にしっかり、 ヒアリングを行って、本当に保護が妥当だったのか、監禁するのが妥当なのか、ここの是非をしっかりと児童相談所に突きつけるべきだと思います。こういったデタラメな保護が日本各地で起こっている。この千葉県では特にひどい。だから多賀さんは立ち上がっております。はい。こういった ひどい児童相談所の職員に対しての救済方法がないというところが問題だと言っております。もちろん、きちんとやっている職員、きちんとやっている児童相談所はいいんです。ところが児童相談所は各自治体によって運営がバラバラ、そして職員の質もどんどん低下している。千葉県では募集しても定員割れ、定員割れの状態であれば、どんな職員のレベルになっているか。はい。皆さん、ご想像の通りだと思います。はい。 で、定年間際の、ね、管理職が責任取りたいと思いますかこういったひどい対応。ええ、もうすぐ定年だと。単なる年功序列で所長になっているような、そんな方が責任取りたいと思いますか思わないですよね。もう少しで、ね、退職金だと。今までこんだけ耐えてきたんだから、絶対退職金もらうぞと。思うのがに人間の差がじゃないでしょうか。 ね。まあ、してこんなひどいような状況、見て見ぬふりをするというような管理職が多くなって当然だと思いませんかだから、こういった構成が確保できない児童相談所が、とりあえず子供の身柄を確保すると。これに対して国民がしっかり介入できるシステムを使わなければ、国民主権をないがしろにしている公務員らが、 国民全体の奉仕者ではなく、権限を乱用しているかのような状態になっている。ここに問題があると思います。はい。今回はこういった児童相談所が責任逃れのために、虐待の調査を、こうやって、証拠を捏造しているんじゃないかという疑いにつきまして、しっかり解説してまいりました。はい。 もちろん、児童相談所に、えー、何かされた方は、この5人保護マニュアル読んでいただければ、児童相談所への対応方法、わかると思います。こちらをよく読んでいただければ、えー、大体わかると思います。過去の動画やこの本を見ていただければ、タガさんに相談しなくとも何とかなると思います。タガさんに相談したいという方、多数おりますので、電話での直接の ご確認、お問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。メール等で、えー、個別に対応してもらいたいという旨をしっかり書いていただいて、えー、もちろんこうやって YouTube でその事例等を解説していただいて構わないという方はですね、だガさんも無料で時間を割いてでもやりたいと思いますけども、ただ話を聞いて、 助けてくださいという方に関しましてはちょっと時間が足りませんので、個別に対応していても時間が足りませんので、え、ご遠慮させていただいております。基本的に本や動画を見ていただければ分かるような状態です。はい。それでもタガさんと直接話がしたいという方は、タガさん一人放送局に、え、この視聴料をお支払いいただいた方、タガさんとお話をしたり、カウンセリングのこういった えー、対応の方法をですね、お教えしたいと思います。はい。非常に、電話が多くなってまいりました。え、時間ありませんので、何とぞ、えー、ご理解のほどよろしくお願いいたします。個別に話していると、たかさんの時間が奪われてしまって、こういった動画が作れなくなってしまいます。はい。ぜひとも、個別対応ではなく、 なるべくなら公開の場でお話しして皆さんのためになるようなそういった、えー、ご提案いただけると助かります。はい。以上です。それではまた。たかさんのチャンネルは児童相談所の判断により不利益を受けている子どもたち、保護者、その他関係者ら支援者らそういった方々が どうすればその子どもたちを救うことができるのかそののの学びのためのチャンネルです皆様も児童相談所を取り巻く法令の実態を知ってこれを改めるべくご協力ご理解のほどよろしくお願いいたします。